最近、めちゃくちゃ暑くないですか？携帯とかも熱こもってめっちゃ暑くなりますよね。そこまではならんだろ。長時間重いアプリやるとかくついたり、処理落ちしちゃうことがあったりと、冷却機能がついてないスマホならではの悩みがあると思います。それで今回はその悩みを解決するアイテムを紹介していこうと思います。マウスパッド汚すぎだろこれ。なんかとんでもなく汚いもん映してるみたいだからやめろ。てかなんだよこの冒頭案件かよ。そうです案件です。ということで今回はブラックシャーク実機式スマホ3熱気 4PRORGB を紹介していこうと思います。じゃあいつものネタ BGM とネタ編集封印ってこと？そうだね。フリー素材にもなってでしゃばるのやめてくれない？それではこの商品がどのようなものかをご紹介。携帯が熱くなったりした時や熱くならないようにするために後ろにひっつけて冷やすみたいなガジェットだよ。PC のファン的な役割なんだな。そうだね。でもファンで冷やすというよりは接着部分がめちゃくちゃ冷えてそれで温度を下げるような感じになっているよ。この暑い夏にぴったりだな。そうだね。お値段は約7000円とセールとかもろもろで約5000円になってるよ。めちゃ安。箱は値段だけあって高級感があるね。キラキラ光る加工とかマットな感じがガジェットって感じ。箱を開けるとこんな感じ。冷却ファン本体とマグネット内携帯用にグリップがついてるよ。カメラ揺れすぎ。100均のやつだから許して。なんか小学生の時に YouTuber ごっこするために買ったやつだから。今何歳だよあんた。ASMR ごっこやめろ。こういう空洞ある箱だとやりたくなっちゃう。これがグリップか。なかなかしっかりくっつくし落ちないよ。ただ付け方ミスると画面傷つくから注意。これなんだろう。あ、やばい。品がなさすぎる。私爪割れやすいから爪の部分に爪入れると割れたりするんですよね。タンパク質足りてないんじゃないかそれ。メンズコーチみたいなこと言い出すのやめてよ。厳しいって弱いってコールドシャワー浴びろって。コンプリートセットやめて。ということでゴリ押し開封に成功。中身はタイプ C のケーブルでしたね。それでは本体とご対面。なんか結構軽いと思ったらずっしりとくる重さしてますね。ここ反射で顔映っちゃったので画像貼らせてもらいます。ちなみにどこ映ったんだ？顎。お、今度はうまくいったじゃん。ちょいゴリ押しだったね。この中には説明書とよくある企業のあれが入ってるね。なんか自社のあれ説明するやつな。そう宣伝というか名刺的なあれ。ということで早速電源をつけていこうと思います。差し込むと動き出すみたい。おーすげーゲーミングカラーに光ったのぜ。これ私のマジの初見の反応です。え、マジで冷たい。え、ちょっと待って、マジで森なしで冷たいんだけど、これ。次はアプリの紹介をしていくよ。アプリもあるのかよ。これで温度を確認したり、光らせ方を変えることができるよ。温度とか見れるのは確かに便利だな。ちなみに名前は何なんだ？名前がなんか、ブラックサメ、ブラックサメ、サメ倉庫みたいになってるんですけど、まあ、ブラックアーセナルっていう。今のクーラーの温度は3度だね。めちゃくちゃ冷たいじゃん、すご。オーバークロックでフル稼働させたり、スマートで出力下げたりできるよ。これで光も変えられる。ちょっと楽しそう。ということでこの後ろのところがキンキンに冷えて、それを携帯の後ろにつけて冷却するって感じです。めちゃくちゃベタベタ触ってて草。これマジでひんやりなんだもん。おでこにつけるのマジであり。おでこに虹色に光るファンついてたら怖えよ。ということで早速装着していこうと思います。ということでね、原神を、やってるというか、やってたんですけど、やってたというか、まあ、スマホ版でいつもやってないんですけど、これでやると、暑さが変わるらしい。今ね、ずっとやってたからね、これクソ暑いんだよね。あ、めちゃくちゃ暑い。ちょっと待って。ちょっと FPS 爆上げてやるか。熱い熱い熱い。ちょっと待って、携帯が熱い。けど、これ本当に冷たいんだよね。え、マジで冷たい。ちょっとなんか、ぶっちゃけ、あんまり期待してなかったんで、本当に。でもこれ本当に冷てえわ。いや、マジで冷てえ。すげえ。え、なんか本当にびっくりした。こう冷たくなるんだって。FPS65 あったっけこれ。あ、これも36。いや、ちょっと負荷をぶちかけて。すごいな、めっちゃぬるぬるだわ、原神。まあ、それは元からなんだけど。すごい。ちょっと一回どっかでバトってみるか、これ。動作も全然、ぬるぬるだしね、これ。普通に冷たいわ。すご。え、これなんか、P
PC のクーラーファンみたいな感じか。ちょ、顔バレ案件だからちょっと隠すけど。え、すげえ。本当に、ちょっと待って、森なしで、マジで冷えるわ、これ。ガチでキンキン。でもこれ電源のところ冷やしてるのかな、まあ冷やしてるから冷えてるのか。想像の倍すごいわ、これ本当に。全然動作も普通だし、重くなんないからね。ボス倒すか、なんか適当に。普通にすげえ、マジで冷たい、これ本当に冷たい。でもね、二重画面越しくらいでやってるんですごい見にくくて、ちょっと押し方が。でもちょっと重いっすね、携帯でやる分には。まあでも、夏休みだし、がっつり長時間やる分には、全然、これがいいと思う。120fps で、ここまで冷えるのすごいわ。ちょっと本当に、真ん中触ってもね、冷たいんだよね。すごいな、マジでここまで変わると思ってなかった、正直。ぶっちゃけちゃうとあんまり変わんないかなと思ってたんだよね。でもマジでキンキンなんだよね、森なしでキンキンなんで、えぐいな、本当に全然ラグくなってないんだよね、これすごくね。さすがに充電しながらやったらだと負荷かけすぎだからあれだけど、全然、すごいいいね、これ。じゃあちょっとね、長時間プレイしてみますかね。携帯で普段やんないけど。ちょっと1時間近く探索してみるか。本当にね、キンキンに冷えてるんで、これ。あと虹色に光るのいいね。あとマグセーフだっけ、これ。それだと、しっかりね、これ、吸着してくれるんで、全然落ちないんですよね。すごいな。でもマジでここまで冷やすのすごいわ。全然、本当に熱くないんだよね、携帯が。やばい。原神で重いのってなんだろうな。ちょっとだけ、生物もあるか。30分ぐらいやって、それで重さを検証していこう。温度はね、測れない。まあ、俺の体感温度を伝えるしかないんだけど、でもこうやって俺がずっと触ってられるんだよね、ケースなしで。ケースあったらさ、まあ触れんじゃん、これ。でも、俺ケースなしでずっと触ってられるの、なかなか、これすごいな、マジで冷えるぞ。ツイッターとかさ、今、めちゃくちゃ重いからさ、だからめっちゃいいんじゃねと思う、これマジで。普通に。触ってもね、全然画面が熱くなってないんで。まあ、ちょっとね、ファンの風はまあ熱くなっちゃうんですけど、まあ、持ち方は大体みんな、こうじゃない？こう持って、みたいな感じだから、すごいな、主張激しいな、これ。全然ね、重さもね、あんまり気になんないんで。適当に、やっていこう。全然ラグくなんないからね、120で。バッテリーの負荷がどうなんだろう。でも、ほら、遅延ないからね、全然。これ、卑怯が悪いな。ここ。ちょっと待って。ここの卑怯が悪いわ、全部。でもね、ぬるぬるなんだよね。すごい。ほら。螺旋もいけるか、これ。これがあれば、いけんじゃないの。スマホ初心者でも螺旋。やりますか。でも、すごいな、普通に。これ全然、あー、かぶつら、これ。これファンの音ね、うるさく聞こえてると思うんだけどな。エアコンもあるから、それごめん、すぎる、マジで。
いや、いいじゃん、これ。なんか、なんか本当に、あれなんだよね。このファンで冷やすというよりは、この、後ろがめちゃくちゃキンキンになって冷えるみたいな。マジでめちゃくちゃ冷たいんだよね。すごいわ、これ。ここまで冷たくなるとは思ってなかった、普通に。あ、まあ、モザイクかければいいや。普通に、まあ、フレームレートを上げるか、120にするか。いや、ほら、さっきのさ、注意表示が出てないんだよね。120に変えるときの。はい、ということでね、長時間割とプレイしたんですけど、全然ね、熱くなることもなく、ずっとね、携帯が冷えた状態のまま、いけたんで、まあ、これ結構、マジで、良かったっすね、これ。あんまり変わんないかなと思ってたんですよ、なんかぶっちゃけ言っちゃうと。でも、だいぶ、長持ちするようになると思うんで、まあ、ファンの音がちょっとうるさいかなくらいですね、ちょっと。まあ、弱めにすれば、静かなんですけど、まあ、その分やっぱ威力も落ちちゃうんで、デカめに回したいんですけど。まあ、ノイキャン付きのイヤホン、ああ、揺れた揺れた。ノイキャン付きのイヤホンとか付けながらやるなら全然いいかな、とは思いましたね。はい。ということでね、今回はこちらのね、商品レビューをね、まあ、人生初商品レビューさせていただいたんですけど、まあ、後ろもね、これマジで冷えてるんですよ。マジで冷たいんですよね、これ本当に冷たい、これ。どうやったら伝わるかな、これ。なんか湿り気わかるかな？ちょっと触るとさ、なんか影みたいな、濡れが残るんだよ。髪ないか。いい感じの。今回はこの商品のレビューでしたということでね、まあ皆さんもぜひ買ってみてください。これで終わります。